知ってる人も知らない人もクレイジービッツ知ってる人も知らない人もみんなで最後まで楽しんでいきましょう。それでは次の曲聴いてください。ラブシーフ。機械よりも早く強く私の心を盗んで忘れ世界の全てのすぐ遠いところに
とみんなのノリが良すぎてさ、いっぱい落ちちゃった。はい、ということでクレイジービッツ早くも残り1曲となるんですけれども、でもね、いたちょっとにもまだ1時間ぐらいあるからね。何かのご飯食べた人、おおおお、意外といる。キッチンカー何が売ってるの？ソフトドリンク、ソフトドリンク、焼肉、焼肉、かき氷、焼きそば、お祭りだねということでね、このステージもあるし、あっちのねアイドルステージも盛り上がってますし、キッチンカーもあって可愛い私もいっぱいあって、ということで皆さん、イタチャ天国最後まで楽しんでいきましょう。クレイジービッツ最後の曲はみんなで腕やタオルやいろいろぐるぐる回して楽しめる曲となっておりますので、最後まで盛り上がっていきましょう。聴いてください、夜の風車。
今だったらユーロビートのね CD を売ってたりするんですけど、ちょっと今日はねお家でお留守番してるということで今日はね私とチェキが取れますので、あっちのあれだ、緑と白のしましまのところでね、この後チェキを取れる会がありますので、気になった方はぜひ遊びに来ていただけると嬉しいです。ちなみにクレイジービーツ次の予定は5月3日の例大祭に出展する予定です。お隣なんか近くのビッグサイトでやる予定ですので、ぜひぜひねそちらもお立ち寄りいただけると嬉しいです。